はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて今回使っていくカードはこれだ。暗黒の騎士ザガン、ザガン様を使っていきます。6マナ7000ダブルブレーカー、効果なし。まあ強すぎる、本当に強いやつっていうのはもう効果がなしで、もうシンプルに自分のパワーだけで勝負する。まあ有名なテキスト、つまらん、やつを戦場に出したら一方的に勝つに決まっているという、こちらのテキスト。まあ巷ではザガン様が弱すぎて、ザガン様を出したらもう一方的にこっちが負けるとか、ザガン様を出した時点で相手が一方的に勝つとか、まあ散々ネタにされてるザガン様ですが、今回はそんなザガンをもうこのテキスト通りに本当に一方的に勝てるようにしてしまったらもう最強なんじゃないかと思いついたデッキはまあこちらですね。まあペトローバ、こちらを使って、まあね、ザガン様のデーモンコマンドを選択するとザガンの火力がなんと4000も上がってしまう。ペトローバだけじゃなく、まあ、シャドームーンも入れてるんで、これで闇のクリーチャーパワー2000なんで、もうザガーンを本気で超強化して、もう火力をやばいことにして、本当に一方的に勝ってしまうクリーチャーにしてしまったら、もうマジで誰も止められないんじゃないかというデッキを今回作ったんで、今回はザガーン様と共に一方的な試合をさせてもらいましょう。ザガーン最強！つまらん、やつを戦場に出したら一方的に勝つに決まっているだろう。さあザガン様、今宵この場所があなたの戦場です。今日も一方的に勝ちましょうぞ。まずはデモファンサーファーがいらないですね。この辺を埋めて普通のデッキに偽装するところ、それが大事。ザガン様を今見せた時点で相手マジリタイア案件なので、さすがにザガン様を見たらね、相手が震え上がってビビり散らかしてもうリタイアまでするんで、いやお前それはさすがに一方的すぎるだろ、そのカードチートカードかよって思われてしまうので、まあまあ初手にザガン様がいないのはまあいいことかもしれない。サファーめっちゃくんな、もうこれぶん殴るよ、俺は全然ぶん殴るね、今のうちにぶん殴っておく。そしてさらにザガン様が一方的に勝てる状況を作り出しておく、今のうちに殴っておくのだよ。さあ次は何、次もブロンズアントライプでマナ加速をしてくるってことは何だ、何が出るか、バロムとか来る可能性もあるな、ロストソウルとかもあるな、怖えな。ここ敵が弱いからブレインチャージャーで今の引けるうちに引いて、引ける今のうちにマナ加速をしてしまう。これ殴っていいでしょ、殴っていいで、殴り返してくれたら向こうのクリーチャーも勝利できるし、ハンデス1枚だぜ。さあザガン様がいなくてもこのデュエル決まってしまうのではないか。ザガン様遅れてやってくるから、なんかめっちゃマナカソクカード入ってるけど、クソデカクリーチャーで戦うのかあいつの敵。いやー何落とされる、いやデスもいい、ボルギース2枚残ったの強いぞ。もうハンデス1枚全然いい、そこ勝利してくれるの。ナチュラルトラップ神、ザガン様を守れザガン様の障害は全て排除する。もうマナチャーなしでボルギース君出すね。このボルギースとかいう、ボルギーズか、ボルギーズとかいうこのクリーチャーマジで強いよな。今の環境本当にぶっ壊れ級に強いと思うんだけど、個人的にボルギーズが、うわーちょっとコントロール合戦、親方今のうちに切らせよ、ザガー様にヘイトが向かないように今のうちに切らせるよね。ここアクアン出せるうちに、有利な盤面が整ってるうちに、向こうが整う前に引いてしまうのだよアクアン。さあおいおいおい、そんなことある、2枚が水文明なんてそんなことあるまあ黒か白のカードだったら全部引けたんですけど、青だけは墓地に行ってしまうという。ザガン様は、ザガン様未だ引けないな、4積みなのにもうデッキ20枚なのに引けないなんて。あデスモーリーでハンデスとバーを制圧してくれる、その方も強いよね。私もやってます、このデッキで私もやってます。うわペトローバー、ザガン様の強化パーツがザガン様強化パーツが送られた。ちょこれサリエスね出せないですよ、光文明ないからね。これで3色埋めとく、シャドームーンから入って、ボルギース込みで殴り返せる準備をしておく、もう賢い神父。うわアクア様だよ、うわー押してやがっちゃう。いやザガン様早く助けに来てください、ヒーローとザガンはいつも遅れてやってくるからな。ザガン様埋まってる可能性あるな、シールドに。いや埋まってた、あデモハン強い、デモハンは、左デスモーリー、モーリーを探せとるわ、モーリー探せとって、もうボルギースでサーファー完璧すぎる。来ましたザガン様衝動が抑えきれねえ、ここ絶対ボルギースでいいと思うが、俺の中のザガン様衝動が抑えきれねえ。
すまない、この試合一方的なものになるぞ。イワシヤじゃん、何引いてくれた、何引いてくれた、なまっただ、すげえなまったな。何お前、なんか墓地いた、デスモーリーはやばい、やばい、殺されるか、俺のザガン殺されるのか、やばい、俺のザガン様殺される可能性あるな。デスモーリーでなんかクリーチャー出しとけば大丈夫、シャドウムーンとかボルギースを出しとけば、ボルギースを出すしかないから、デスモーリーか、ボルギースで焼くか、ボルギース焼けばボルギースがザガン様の身代わりになってくれる。モーリー埋めちゃってボルギースで、ハルカス焼いて、向こうの場を制圧する。一方的すぎる、一方的に場を制圧するぞ。ほら舐めてんじゃねえぞ、ザガン無双始まるわ。シャドウムーンで次パワーアップもできる、強すぎる。ザガン様さらなる一方的な火力をついに手に入れるのかこの男。あーデスモーリー来やがったな。でも切ってくるよね。でこれ2枚目デスモーリーとか来たら俺ほんと許さないからな。お前あんのか、クソ、ザガン様、ザガン様なんてことだ。あのザガン様が一方的に取られるだと、いやパワー上げてなかったから来たわ、来ちゃったわ、来ましたわ。いやーこれ絶、いやーこれ本当は絶対ザガン埋めアクアンシャドウムーンドが強いかもしれないけど、いや全部一方的だからな。俺の中のザガン様衝動が抑えきれなかった。おーバージュナ君、お前生意気なんだ、あいつ、あいつ生意気だな。5万7000とか6万7000のザガン様に失礼だとは思わないのか。まあ、こっちパワー9000までいくんで、シャドウムーンで8万で44で動くの強いね。はいはいはい、よし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 、あ来た強い。あーこれデスモーリーでもいいのか、デスモーリーでちょっとあいつちょっと精査しないとダメだ。お前ザガン様の前で5万7000とかいうスタッツを見せつけてくるデーモンコマンドはマジ不敬罪だぞ、不敬罪で死ね。ザガン様やってください、やってやってください、ザガン様いいです、その調子です。ザガン様、なに、なに、赤様、赤様やばい、ザガン様が一方的に押し流されてしまうか、これ、いや、ザガン様か、いや、目の付けどころがいいわ、そこをデスモーリーにしない、ザガン様が出た時のお前に対してのメリットが、デメリットがないからな、くそ、やばいな、もうザガン様、いや、デススモークか、うわ、結構やばいか、これ、いや、今押し返されるか、いや、結構殴ってくる、トリガー来てくれ、トリガー、デモン、いやペトローバか、やがてのコンボパーツだが、これペトローバ置いてる余裕があるのか、ちょっとペトローバ埋めるか、多分これ置いてる余裕ないんだよな、置いてる余裕なくて、でも俺の中のザガン衝動が抑えきれないんだよな、他から入ってもいい気もするけど、いや俺の中のザガン様が抑えきれねえ。一方的に行くか、一方的な戦い始めようぜ、おい来いよ、俺の中のザガン様がお前を制裁してやる。ブレインチャージャー埋めからのデモアンでザガン様を取る気が来た、お前許さないマジ許さないぞ、お前俺のザガン様取ってんじゃねえぞてめえ、こらおい、デーモンハンドは神、デーモンハンドは神、はいはいはい、これ取ってどうする、これスパーク埋めでしょ、でアクアンで引いて、まあ、シャドウムーンで上から取る、なんかいいの引けるかもしれない、ザガン様来てくれ、来ちゃった来ちゃった来ちゃったな、ザガン様、いや絶対シャドウムーンで上から取った方がいいよ、絶対シャドウムーンで上から取った方がいいよ、一方的な戦いすぎる、やばい、これバロスト、お前それでも 3じゃ割れないはず、3じゃ割れないよな、バロスト、よし、なんとかなったか、これ取り替えなければ勝てるぞ、ザガン様、よしよし、シャドウムーン超強化ザガン様が来るぞ、超強化ザガン様や、一方的すぎる、一方的に超強化ザガン様や、最強すぎる、サリエス出しておく、何があるかわからんからな、じゃあこれクリーチャー取っておくべきなんじゃないか、これ、いやこれじゃなくて 5000の方で取るのか、いやシルを殴ったら方がいいのか、いやこれ殴る全然殴る、もう勝負お前取りが引けねえ、うおーザガン様最強、パワー1万1000、一方的な火力ザガン様最強
いやーマジで一方的に勝ってしまうな、ザガワ様を使うと。いや俺このデュエルマスターズのキンキに触れたわ。マジで強すぎないかこのカード、あまりにも強すぎる。闇文明最強のクリーチャーザガワ様の力お見せしましょう。さあ行きましょうぞザガワ様、今宵も一方的な殺戮ショー。さあこれハンドは地味に悪くないな、地味に悪くない。低コスで動けるのは助かるね。高コスのカードばっか入ってるんでこのデッキは、低コスで動けるのは助かると。まあ、次のターンブラッティイヤリングかサリエスを置けるっていうのは非常にありがたい。黒いですね向こうは、向こう黒いな。これどうするか、まあ、サリエス目サリエスでちょっとお茶を濁す感じでいきましょう。さあいいぜ、おめえはなどう動いていくんだ。いやあいつのデッキ真っ黒だな、黒いね。あっとあいつは墓地に落とすか、毎ターン墓地に落とすというライトロードみたいな動きをしてくるやつ。これあれ多分アブゾドルバ系男子なんだよ多分。ここモーリー夢ブラッティアリングで次なんか出てきた時はちょっとデスモーリーで対応する感じで、デッキトップ破壊おじさん。いやこれ多分ねアブゾドルバ来んのか、アブゾだろうな。まあれ入ってるってことはもう 85% ぐらいの確率でアブゾドルバ。いや汽車王はちょっとボルギーズ、いやーやめてください、そこ以外ならなんとかなるよと言おうとしたんですが、ボルギーズくんはちょっと困るんですよね。これどうしよう、シャドウムーンかな先。今デスモーリー行っても多分汽車王が取れるだけなのでしょうがないですね。ここはわあめっちゃ墓地肥やしてるよ、墓地肥やしすぎだよちょっと。いやアブゾで超火力になったらさすがのザガン様もビビるぞ。いやでも一方的、それよりもこっちがペトローバーで強化してやればいいのか。アブゾドルバを取れるザガン様マジでかっこいいな、そう考えると。うわっドローしてくる、まあ、汽車王だよね、まあ、汽車王からの3ドロー、手札補充しに来た。結構コントロール系のデッキっぽいな。ペトローバーが来たけどここはマナに埋めず取っとくか。あれあいつなんかこれ以上火力上げられるとさすがのザガン様も手を焼くレベル、一方的ではギリ一方的じゃなくなるぐらいの強さになってしまうかもしれないからな。早めに対応で俺で、ね、ここで全然殴るよ、全然殴る、悪いけどシャドウムーンいいぞ、生きれ、普段お前は殴らないんだ、いけ、今のうちに生きておけシャドウムーン。さあ本当に真っ黒ですね、黒単色デッキだな。あこの動きまずいか、これデスモーリー来るか、あデスモーリー来るんだよ、それ強いんだよその動き、わしもよくやる。そしてこのデッキでもやる、まあ、ここはさすがにブラッディイヤリング、うーわそうこれハンデス、そうだハンデス忘れてた、ハンデスあるんですよ。でこうハンド埋めなきゃいけない、そろそろマナチャージしないとダメ。でこうでモーリーはもう突っ込む、デスモーリー全然突っ込むよ、もうなんか来るか、よーし来ない、いやここで終わろう、ギランド埋めて、あー同じ OK、 やばいシャリンガンのかかしだってめえ、さてはシャリンガン、いやコピー忍者のカカシさんじゃないかお前、それはシャリンガンのパクられた俺の動き、いやぶつけてくるか、やばい、ザガン様、ザガン様いつ来んだよ、ザガン様これ4積みしてんだぞ、ヒーローとザガン様マジで遅れてやってくるからな、来てくれザガン様お願いだザガン様。いやでもこれじゃ取れないな、これちょっと殴りに行けない、さすがに今はまだその時ではない、ザガン様が来るのを待つのだ、それまで耐えるのだみんなで、ザガン様が来るまでみんなで耐えるのだ、耐えるしかねえ今は。いやーギランド来てくれたんじゃない、来ちゃった、あいつ火力高いな、ザガンより、あでもこれブラッティイヤリングで止まるんで、あいつあのバトルが発生すると自壊してしまうドラゴンなので、でこれアブゾドルバがあの上に多分乗っかるでしょう、まあ、150% 乗っかるでしょうね。アブゾ引けてないのか、あいつアブゾ引けてないんじゃないか、引けてたらもう真っ先ノータイムで来るでしょ、脳死アブゾドルバ来るでしょこれさすがに、多分引けてないあいつは、あいつアブゾ引けてないぞ、あいつアブゾ引けてない、はいバッドドクター、あソアロに割ってくる、割ってでそれ強いね、実質4ドローだからな、実質4ドロー強いぞ、デスモーリーかー、めっちゃ破壊されるじゃん、はい私のターン来た、来ました、うわでも出せねえ、まだが足んねえじゃねえかよ、おい何やってんだよ、いやマジで待って、お前たち耐えてくれ、盤面でお前たちザガーンの到着までなんとか耐えてくれ、なんとか耐える、まあデモハンまあシャドウムーンが取られるよね、そこ絶対取られる、うわ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 、やばいやばい、ここ耐えろよお前たち、
耐えてくれ。なんとしても耐えた。いやこれデモハンは全然埋める。それぐらいザガーン様には戦況をひっくり返す力があるの。はい、ここから一方的だぞ。いやここから一方的すぎるぞ。マジなめんじゃねえぞザガーン様の力をよ。はい、埋めてくれる。デスモーリーはまあ飛行男を取ろう。で向こうは多分墓地からワンドローしてくるでしょ。こっちは飛行男で判定させよう。どっちが落ちるか分かんない。先ドローが入ってドクター回収からの俺が落としたのは飛行男と。いやこれ手札が割れたな。いやでも出してくるのか、関係ねえわ割れても。さすがに殴ってこない。来ましたザガン武装。いやザガン様が2体これは一方的すぎるね。さすがに。いやこれちょっと殴れないっすね。まだちょっと殴れない。今殴って手札を補充させてしまうのは多分あんまり良くない。やばい、デーモアンドザガン様。ザガン様じゃない。ザガン様じゃない。こいつお前舐めやがって。お前ザガン様が一方的な脅威だと見られてないなこれ。さてはザガン様脅威認定されてないな相手に。舐めやがって。お前いいのかそんなことして。これダブルブレイカー。いやザガン様来てくれた。いや鳥が来て。あそこシャドウムーン殴ってくるの。シャドウムーンが殴ってくる。いやそれありがたいぞ。ハンドはじゃあデスモーリーでも取っとくか。次取れるからな、あのタップされてる2体は。はいはいはい、これいい、これいい、これいいよ。いいよこれ、いいよ。いや来たな、来ちゃったな。やばいぞこれ、4人のザガンが集結するぞこれ。いやーこれ出すしかない。来たザガン三重士を連れてきたよ。ザガン三重士を連れてきたよ。でこれ火力下がるでしょ。火力下がったところを一方的に取りに行く。遥か昔有名な三人のザガンが力合わせて旅をしていた。あー殴られるのはちょっとまずいが大丈夫かこれ。いやギリギリ押し切れるな。ちょっと今一方的ではないかもしれんけど、ザガン様が来てくれてからは一方的で勝てる。4体出してこれモルギースからのシールド全アタックもあるけど安全にいくか。アクア埋めます。7マナで動きます。ボルギーちゃんでボルギーノールでちょっとブロッカーがして、でこっちブロッカー出して保険かけて、でちょっとクリーチャー除去だここさすがに。でまあでもこれ手札増えちゃうんで回収されちゃうんだけど多分遅い。デスモーリーとか回収されても、まあ、ボルギーちゃんが犠牲。いやデスモーリー2体はやばいか。いやまあでもなんとかなるザガン。4人で決めよう。みんなでゴールしよう。みんなでゴールしよう。ちょっと仲良くフィニッシュしよう。小学校の運動会やろうぜ。今から始まるのは小学校の運動会と見せかけた一方的すぎる虐殺だろ。ザガン様無双始まるぞ。ザガン様が4体マジ熱すぎる。頼む破壊しないでくれ頼む。いやこれいけるんじゃないか。いやお前何も引けてねえ。いやデモハンドやめてくれ。よしデスモリよしよしよし。そのマナコストになったらもう安全。いや全然いい。いやボルギーちゃんちょ犠牲になってくれ。すまないザガン様のため。ザガン様のため。飛行男出てくる。じゃあこれターン回しちゃったらもう負けだ。ターンが回ったら負け。俺は勝つ。ボルギーズならターン回っても負けじゃないが俺は行くしかない。うおーザガン無双一方的に。なんて一方的なんだ。いやーザガン様やばい。あぶねえ。あ貴様ならまだなんとかなる。全然いい。貴様ならボルギーズ先生が犠牲になってくれる。一方的に来んなよ鳥が。頼むザガンと共に勝ち取る勝利。ザガン様一方的すぎる。最強だよ。なんて強いんだザガン様。ザガンが4体はやばいぞ。それは一方的すぎる。あまりにも強すぎる。なんということよ。ありがとうザガン。ザガン最強。おお白王じゃねえか。いいところであったぜ。てめえに会いたかったんだよ。俺の大好きな黄昏ミミちゃんはなお前のことが好きでお前にぞっこんなんだ。お前さえいなければ俺の大好きな黄昏ミミちゃんは俺に振り向いてくれるかもしれない。だったら今日この場でお前を殺すしかない。
ザガン様はいつでも陰キャの味方、闇文明なのだ。ザガン様、俺に力を貸してくれ。ザガン様、あの白鵬とかいうやつをちょっと制裁しよう。ミミちゃん、俺の大好きなミミちゃんをもてあそびやがって。もてあそんではないけど別に、俺やお前に恨みがあるんだ。一方的な恨みが、一方的な恨みがあるんだ俺は。さあ、いやこれどうだ、向こうなんか呪文使ってあれなんか4000ぐらいでなんかすげえことしてきそうだけど、普通に白青デッキって感じなのか。白鵬お前らしいな、ブロッカーを並べやがって。さあ来いよ白鵬。キャンディードロップ、なんだお前その変化球は。白鵬てめえ、白鵬守って、そのブロッ、何突っ込んでくるだと。そこ突っ込んでくるのか。じゃあぶつけに行くか。めんどくさくならないうちにぶつけに行くか。飛車を、飛車をじゃねえわ、誰だこれ、飛行男。ぶつけに行くぞ。全然サリエス出すんだけど貫通してきてしまう。まずそこは殴ってきた後から、まあ、3000で上から取ってやれいいだけよ。おりゃ落ちろ落ちろ。ジルワーク落としたのでかい。ジルワークハイパーめんどくさいからな、鬼のようにめんどくさいからな。クソデカ白クリーチャー埋めつつ、いやピカリーはちょっとだるいわ。ピカリーちょっとだるい。やべ、キャンディードロップ止まんねえこれ。マジかお前。白鵬お前なんだその戦術。お前やめろよお前、レジェンダリーバイロンでやってくれよそれは。そういうブロッカー貫通みたいなことはよ。いやここどうする。ここでちょっとブレインチャージャーからいきます。これシャドウムーン出してもちょっと解決しないんで、ここ。いやー地味でもここでマナ加速ができたから、こうザガン様が一方的に向こう取れるようになるぞ。ザガン様やってくれ、お願いだザガン様頼む。何マーチングスプラウト。いやまあオシャンティー、まあでもそれで強くなったよね。一段だけの時はマジで絶望的だったからな。今世紀最大級の俺さえ救済できなかった SR だからなあいつ。まあ、で今はね活躍してらっしゃるようで、もう環境に救済されたねあいつは。俺が救わなくても、まあ、デスモーリー埋めて、さすがにボルギースからな。ボルギーちゃん、ボルギーズくんからボルギノールくんから入って、そこちょっと止めとかないとまずい。さすがに止めよう。ミキューとあれなんだ、あれか、ガーディアンが出た時にパワーが一番ちっちゃいクリーチャーがタップされるのか。いやちょっとめんどくせえな。でガーディアン系が入ってるのか。ブラッディアリングうめえ。でちょっとあれ取っとくか。ドローされるのはマジでまずいから、ドローされると本当にどんなに不利な状況からでも全然逆転されるのがこのゲームだから、ちょっとこれで様子見。でちょっとザガン様は次隙を見て、ちょっと次あたりにザガン様着陸するよ。ホーリースパークは全然いい、悪いけど。で向こうこれ殴られても、これお互いの場が全消滅するだけですよこれ。いやこれブロッカー取られ、いやそっち取ってくれるのか。いやありがたいね、いやそれありがたいよ、全然ありがたい、ありがたすぎる。デスモーリー埋めて、ザガン様満を持して、ザガン様救済しろ。俺たちから黄昏ミミちゃんを奪ったやつだぞ。それは許せない、それは許せない。ザガン様、あいつは俺たちのミミちゃんを、陰キャの王ザガン、いやこれペトローバいっちゃうか。これペトローバシャドウムーン、これやばいぞ。一方的な火力で、一方的な火力でやれ。ザガン様最強、ザガン最強、ザガン最強。一方的すぎるこの火力は。いやこれバロンも超えるんじゃないか。悪魔神バロンも超えるぞ、悪魔神バロンも超えた。パワー13000、強すぎる、強すぎる。ザガン様9マナの最高ジャイアントと並んだからな、この火力。やべ鳥が踏んだ。いやゲートか、まあでもいい、破壊よりは全然いい、また出せばいいだけだから。ザガーン様じゃなかったら体砕かれてたな、スパイラルゲートに。ザガーン様だから耐えられた、ここは。怒り梅からの7マナ、ソルガーラブロッカーを並べてきた。キャンディードロップはちょっとやめろ。キャンディードロップやめていただきたい。まあ、ザガーン様一方的な勝負を仕上げるしかないな。ザガーン様最強一方的な試合だよ。悪いな、パワー13000。化け物すぎるだろ。マジでやばいだろ、悪魔神バロンも超えたとかやばいだろ。今こいつ闇文明で一番最強のクリーチャーになってるから。ザガン様鬼強え、マジで。ザガンサーファー、うわマジかよお前、バウンスしすぎだろお前。いやしょうがないと思う、向こうからしたらもうザガンを戻すしか生きる術がないからね。一方的な試合だから。キャンディードロップちょっと取らないとまずいな。アクアンが来てくれた、
よし、ターン回ってきた。いや、スパークいいね。スパークはいいけど、スパークで殺しに行く？いや、でもスパーク使うとパワー4000になっちまう。向こうのブロッカーが。サーファーうめえ。アクアンザガーンかな？アクアンザガーンかわかんないけど。いや、でもザガーン様出したいっすね、これは。ザガーン出すしかない。引いてきて、はい、来た。2枚目ザガーン。2枚目のザガーン。何度戻されようと、ザガーン様は、何度でも、場に出てくる一方的な試合を、まぁ、あ、ちょっとここをもう取りに行きましょう。上から取りに行くしかない。ブロックする？ブロックしないよね、さすがに。ブロックはしないはず。まぁ、あ、ここで終了で、ちょっと次ペトローバ見えてるんで、これえぐいね。これえぐいで、これペトローバで1万7000か。1万7000はやばいな。いや、まあ、殺さないでくれ頼む。まあ、ミキュート、まあ、これちょっとめんどくさい。いやで大丈夫大丈夫、タップされるの一番パワーが低いやつなんで、アクアンなんで、まあ、アクアンがタップされたところで、まあ、ブラッティアリングとかもいるし、返り討ちには全然できると。ジルワーか、出てきたタップされる、でも全然いい。よーし、よしよしよし、回ってきたな。こいや、ちょ、一旦ザガン様埋まってもらおう。一旦すいませんザガン様、でもザガンの力は継承されるから。ここでよし、これ来た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 。パワー1万7000は強いぞ。あの天下のグラディアンレッドドラゴンを超えるぞ。デュエプレ界最高のパワーを持つグラディアンレッドドラゴンを凌駕したのだ。ザガー様今ホーリースパーク。いや、これトリガーなければ勝ち。これホーリースパーク引いたら俺の負け。逆に俺の負けだわ。いけるザガー様、一方的な勝負をいけー。スパーク以外なら勝てる、スパーク以外なら勝てる、スパーク以外。よし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 、スパーク引くなよ。おー、これが一方的な力だ。いけんザガン、よしよし。あー、1万7000は化け物だろう。ザガン様パワー1万マップしてるぞこいつ。なんて強いんだザガン。パワー1万7000、ザガン強すぎる。いやー、今日も一方的すぎたな。さすがにちょっと悪いことしたな。ザガン様を使うとマジで一方的に勝てるな。一方的に勝てるのに火力まで上がって、いや、パワー1万7000。伝説を見た、俺は今日。ザガーン様の伝説を。ありがとう、ザガーン様！ありがとう！